안녕하세요, 가오리입니다. 하이, ということで、じゃじゃーん。今日は料理をします。韓国になかなか来れない、はい、じゃないですか、今の時期。だから、こう韓国本場の料理レシピを見て、家でもねできるっていうね、そういう韓国料理をみんなにお伝えしようと思いまして、いろいろ考えたんですけれども、今日は肉です。やっぱりもうね、ラーメンだったりとか、まあ、キンパだったりとかね、まあ、そういうのも食べたいなって感じる方も多いと思うんですけど、人間肉ですよ。だってほら、歯並び見て、犬歯があるってことはさ、肉食だよ。犬歯もあって、奥歯のね、こうすりつぶす歯もあるってことは、草食プラス肉食、そう、人間は雑食なんですよ。ということで、じゃらーん、でん、今回準備したお肉がこれです。 LA ソカルビ1キロ準備しました。日本でいう骨付きカルビ的なやつですね。ここに骨が入ってるやつ、これを1キロ準備したので、今日はこれを1キロ料理していきたいと思います。はい、ということでですね、韓国では結構このね、 LA カルビって好まれるんですよ。韓国のソルライっていうお正月って言われる時とか、あとは日本のお盆的なね、チュソクっていう時にもこう食べられたりとかして、意外とこう、なんて言うんだろう、家族がこう集まったりとかする時にこう食べたりすることが多いんですけど、まあ、韓国人も結構好きな、はい、お肉の部位でございます。ということで、今日はこれを使った、はい、お肉料理を作っていきたいと思います。それでは、ポン。はい、ということで、このね、LA カルビを使って何を作るかと言いますと、これね、お肉の名前がまず LA カルビなんですけど、実は料理名も LA カルビです。で、今日作るのは辛くもなくて、日本人もこうね、食べられるよみたいなやつを作っていきたいと思うんですけれども、こんなすごい自信満々に今日は作りますとか言ってるけど、私これ作るの初めてです。ね、いろんなレシピがあるんですけど、まあ、いろんなレシピを見て、私が勝手にこう、何、いろいろ合わせて、まあ、私なりに美味しいんじゃないかなみたいな、はい、レシピで作っていきますので、完成して美味しかったら、ぜひ皆さんで、ね、真似してみてください。はい、それでは皆さんついてきてください。はい、じゃあとりあえずね、材料がですね、こちら、じゃん、はい、LA カルビの1キロありまして、はい、カンジャン、醤油ですね、カンジャンとプール、はい、こちらが、蜂蜜です。それから、まあ、韓国料理には欠かせない、はい、ごま油、胡椒と塩、塩胡椒ですね。そして玉ねぎ半分と、なんとここに、じゃん、はい、リンゴも入ります。それから、はい、韓国料理には外せないニンニク、これで全部になります。なんか意外とさ、そんなに必要ないでしょ。まあね、これ、今日私ヤンニョムジャンから作るので、こんだけ用意したんですけど、市販の LA カルビのこう、何、ソースみたいなのもあるから、全然それ使ってもできますけど、今日はちゃんとこのソースから本格的に作っていきたいと思います。それでは、お肉は冷蔵庫に入れて、ソースから作っていきたいと思います。作ったソースにお肉を浸していくので、できるだけこうね、お肉が入りそうな大きいボウルを準備します。まずカンジャンを6スプーン、醤油ですね、を6サジ入れます。まあ、私これ普通の、なんか大さじとかじゃないんだけど、とりあえず大さじ6って書いてある。はい、とりあえず6サジですね。これまた、なんか味見て、また追加していきたいと思います。蜂蜜を2スプーン、これ蜂蜜なかったらお砂糖で代用しても OK です。2スプーンとごま油を1スプーンです。やばい、ごま油がなくなってきた。はい、こちらの、なんだっけ、そう、ニンニクを、大さじ 1スプーンですね。適当に、はい、私はニンニク多めがいいから、ちょっと多めに入れよう。そうしましたら、胡椒をね、少々、お塩も少々、とりあえずね、これはこのまま、はい、置いといて、次はこっち、胡椒のあれが、はい、そうしましたら、これを切ります。で、切り方っていうか、大きさに関しましては、これミキサーするので、ミキサーに入る大きさだったら何でも OK です。で、今回私このね、韓国でいう青りサガっていう青いリンゴを使ってるんだけど、全然赤いリンゴでも OK です。リンゴの代わりに梨も全然 OK だし、あとキウイとかも使う人もいるみたい。はい、じゃあこんくらいにこれ切って、今日ちょっと玉ねぎがお家にあんまりなくて、これ最後の半分なんですよ。だけど、まあ1個入れても
いいし、まあ、それは好みですね、完全に。はい、ということでじゃあミキサーに入れます。ででん、これでやります。せーの。どうした？お？どうした？これどうしたらいい？ちょっと待って待って、これどうしたらいい？下にはついてるよね。なんでなん？お、でもいい感じになった。これをさっきのヤンニョムちゃん入れるんですけど、これさ、いくらこうミキサーかけたって言ってもちょっと肌触りさ、なんていうの、舌触りがあんまり良くなくて気になるって人は、あの布みたいなやつでこう中に入れてジューって絞るとさ、液だけ出てくんじゃん。それを使うといいらしいですよ。私はあんまり気にしないので、はい、このままこれに入れます。じゃん。そしたらこんな感じで、はい、混ぜます。前モンピョーマが作ってくれた時さ、なんかもうちょっとこういう、なんかこういう感じじゃなかったんだけど、うん。とりあえずちょっとここで味見します。ん、なんだこれの味は。なんか甘くなきゃいけないのに甘くないから砂糖を入れますね。はい、とりあえず砂糖を入れてみて、濃くなってきた。あ、いい感じだわ。うん、いい感じ。はい、じゃあこれで終わり。ででん。はい、これをね、はい、開けていきます。私のこれ冷凍からこうなんか解凍したやつなんだけど、これ血を抜いてあげなきゃいけないんだよね、多分。先にやれって感じか。じゃん。はい、じゃあこちら先ほど血を抜いた、はい、エレカルビとこちらソースになるんですけど、これをね中に入れます。美味しいといいな。はい、こんな感じでつけます。トップン。あ、でもなんか美味しい気がしてきた。で、皆さん多分思っての通り、これはなんか朝やっといてつけて、なんか夜食べた方がそれはまし、味がさ、入って美味しいですよ。ね、見て、なんか美味しそうじゃない？お店の下準備したみたい。リンゴの代わりにキウイとか梨って言ったんだけど、パイナップルでね、やる人もいた。パイナップルってお肉柔らかくしてくれるさ、成分があるから、それいいかもね。こんな感じで、はい。もうあとは焼くだけです。そしたらある程度このお肉に火が通ったら、これを骨ごとに切っていきます。油がすごいな。怖い。油、飛んだ。油がめちゃめちゃ。普通に考えて今日この服おかしいだろう。あーあー、ボロ焦げた。めちゃめちゃ焦げた。やばい、めっちゃ大変。ここまで順調だったのに、まさかの。やっぱさ、砂糖が入ってるからさ、すごい焦げるし、すっごい熱い。焼肉屋さん、ほんと尊敬するわ。いやー、なぜ？なぜなの？なぜこんなに激しいの？オッケーオッケー、弱火なのこれ。てかマジこれさ、味付け失敗したら私1キロの肉を無駄にしてるってことでしょ。やばすぎ。何、さっきの騒ぎは何だったの。ソース入れすぎて、なんか
なんか違う料理になっちゃった。毎回思うんだよね、動画にするときは一回自分で作ってやろうって。でもなんか毎回さ、思いつきで作っちゃうから一回も挑戦したことないのやっちゃうんだよね。動画ではなんかこう料理こう何回も作り慣れたやつを作ってさ、え、かおちゃん料理うまいって言われたいんだけど。いやだって私だってさ、何回も作ってるやつはさ、ちゃんとしっかり作れるよ。でも見てこっちはさ、焦げたからなんか逆に焦げた美味しそうな感じがあるじゃん。違う食べ物になっちゃったよ。じゃじゃーん。はい、じゃあこちらが最初に作ったちょっと焦げ焦げの、はい、LA カルビです。で、上から残りのねソースをかけて、こっちがね、ソースたっぷりで作った LA カルビです。なんか LA カルビっていうとこっちのイメージなんだけど、こっちの方が美味しそうじゃない？はい、じゃあ食べていきたいと思います。じゃあまず最初に焼いた、ソースついてない下の方をねちょっと食べてみる。でもこっちもソースつけなかったって言ってもソースつけたんだけど、あ、じゃあいただきます。骨取れちゃった。うまっ。若干ちょっと甘すぎる。うん、私料理うまいんだけど。うん、あ、めっちゃ美味しい。やばい、白米欲しい。ちょっと待って、ほっときの大きいご飯。これご飯と激合うと思うわ。じゃあこっちの後から、はい、焼いた方を食べます。うん、別物。うん、どっちかっていうと最初の方が美味しい。でもこっちも全然それはそれなりに美味しいけど、なんか肉、焼肉食べてますかもこっちの方が全然ある。私最初、あ、これ甘く、全然甘くないなっつって、あの砂糖を足して、その後ちょっと醤油足してって調節したんだけど、多分タレの時点で若干なんつうの、甘さ控えめの方が、あの焼いた時にリンゴとかの甘みが出るっぽくて、ソース時点ではちょっと若干、甘み足りないなぐらいの方がちょうどいいかもしれない。うん、ここに生ニンニクのスライスと、それから天ジャン一緒に食べても美味しい。そうすれば甘すぎないで、天ジャンのしょっぱさと、ニンニクの辛さがあっていいかもしれない。はい、ということでごちそうさまでした。いや本当にちょっとなんか待って、目痛いわ。本当になんか最初初めて作ったにしたは全然上出来だったけど、まあ、改善点はもうちょっとしょっぱく作るべきだったなって感じかな。ということで今回は、カルビ、LA カルビか、作ってみたんですけど、どうだったでしょうか。なんか本当はね、最近あの YouTube でさ、こう手元だけ写してタッタッタッタってやっていくやつあるじゃん。あれをすごい見てるわけだから、なんかもう私もそういう系のね動画を撮りたいなと思って今日撮ってみたんだけど、出来上が全然良くない。そういう YouTuber の人ってすごい綺麗なの。私の動画はなんかてんやわんやしてて、ちょっとあんまり落ち着きがないのね。そう、落ち着きがあるんだ、そういう人は。次の動画はちょっと落ち着いて撮ろうと思います。ということで今回は韓国ですごい人気な、はい、お肉料理 LA カルビの作り方でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지。終わりー。